コロンボ、はい、コロンボさんです。さあ皆さん、ガーテンオブバンバン7のトレーラー映像が公開されました。今日はですね、そのトレーラー映像を一緒に見ながら、そしてちょっと解説をしていきたいと思います。バンバン7のトレーラー解説して欲しかったよって思った人は高評価ボタンの方もよろしくお願いします。目標は3000高評価、いってみましょう。さあまずはですね、じゃあコロンボさんの初めてこの映像を見た時のリアクションを見ていただきたく、そしてその次に解説をしていきたいと思います。さあガーテンオブバンバン7オフィシャルティーザートレーラー2、いってみましょう。レッツプレイ。え、なに、目かな。あーバンバン、なに腐ってる、なに血が出、なんか腐ってない、カビみたいの生えてない、どういうこと、目取られたの。あ、なんかトードスターが喋ってる。気持ち悪い、なに宇宙人、なんかさ、コントローラー2つになってるリモコン、なに、なにバー、宇宙人のバーなに、ウェルカムトゥー、なんだなんだか、シリン、あ、シリンジョン、なに街みたい、すげえ壁に頭打ちつけ、痛くないのか、やば、何がいる、あ、やばい、あ、ドローンにカメラついてんじゃないこれ、すげえ考えたな、何がいる、何がいる、見えない見えない、何いる、何が動いてる、なんか、あ、トードスター、なんかめっちゃ悲しそうな顔してる、何何いる、あ、おお、シリンジョン出たな、ついに、あ、なんか色がなくなって、紫色、え、うん、さあどうでしたでしょうかね、結構いろいろやばいでしょうじゃあね、ちょっと映像の方解説していくんですけど、今これ見たのはトレーラー2だったんですが、もうすでにトレーラー1っていうのはまあ出てまして、一応ね、そのトレーラー1はこちらになってまして、まあね、チャプター6であったこのホワイトボードですよね、そこにまあ丸が書いてありまして、プロテクトザセプターピース、そしてシリンジョンが映ると、そういうわけですね。はい、これが最初のトレーラーだったわけです。まずまあこっちの方を読み解くとですね、チャプター6でこのシリンジョンっていうのが、そのクイーン・バンセリアのあの杖、スティックの守ってるみたいなことを言ってたんですよ、確かね。なんでまあこのプロテクト・ザ・セプター・ピース、セプターっていうか、まあ杖の破片っていうか、そのピースを守る守護者みたいな感じなのかもしれませんよね。よくわかんないですけど、なんかその杖のピースっていうのはすごく重要なものなんでしょうね。宝箱に入ってましたもんね、ピース、セプターっていうのは。まあちょっと謎です。さあ、それではね、このトレーラー第2弾の方をね、一応見ながら解説していくんですけど、はい、やられてます。バンバーンって感じですよね。ちょっとバンバンやられる時ぐらい、お前ベロをお前しまえっていう感じでもあるんですけど、まあ最後ね、チャプター6で最後ね、バンバンがお前は行けみたいな。で、ここでも言ってるんですね、バンバンのその最後のセリフが一緒に流れてますけども。これまあね、翻訳も出してましたけど、彼らは私が止めるから外科医を探せって最後にね、バンバンが言ってたんですよ。でまあ主人公たちはね、またエレベーターでこう降りていくわけなんですけど、外科医、まあおそらくシリンジョンのことでしょうね。でバンバンはこの通りやられたんでしょうね。これはこの様子はやられてますもんね。これでドッキリでしたって起き上がることはないと思うんですけど、だいぶやられてるんだけど、気になるとこはさ、なんか引っ掛け傷みたいなのやっぱ見えるよね。こうこれ引っ掛け傷だと誰になるんだろうね。キティサウルスあたりがこう爪持ってるか、あとはオピラバードも爪持ってるのか、一応まあまあまあ。で目ん玉くり抜かれてますけど、この辺はオピラバードがつついてるかもしれませんね。傷跡っていうのも気になりましたけど、ジバニウム色のやつなんだろうね、なんかカビっぽく見えたんだけど、血かな、やっぱ普通に血としてジバニウムがこう流れてるのかな、どうなんだろうね、ちょっとわかんない。でもさ、なんか赤い皮膚の下にジバニウムが出てる、ちょっとわからないけど、なんだろう、カビっぽく見えるんだよね、コロンボさんは。わからん
スタンド攻撃かもしれません。はい。ちょっと高い位置には行かない方がいいかもしれませんね、これ。さあ、そしてこれですよ、皆さん。なんですの、この気持ち悪い人たち。動いてるよね。あ、動いてる。生きてるわ、だから。宇宙人だよね、だから。で、このシーンで、ま、注目したいポイントとしてはですね、まず一つ目、このね、宇宙人みたいな奴ら、なんつうんだろう、今までも出てきてましたよね、その、チャプター5で出るであろう、謎のね、緑色のやつと、まあ、そっくりですよね、まず。そして、前回出ていた、ジバニウムインファンツっていう、丸っこい奴らいましたよね。こいつらとも似てますよね。おそらくですが、シリンジョンが作り出した実験体みたいな感じなんじゃないでしょうかね。見た目が似てるんで。共通点としてはね、こう、テーブルの上にね、飴が落ちてるでしょ、キャンディーっていうか。これって、チャプター6でも、シリンジョンミッションって感じでね、こう、なんか患者のためにこの飴を集めようみたいなミッションがありましたよね。だから、ここにもあるってことは、やっぱこの人たちも、シリンジョンの患者みたいな、そういうことが繋がるわけですね。でね、生きてますけど、何なんでしょうかね、この子たちね。For all we know. 倒れてるやつ何飲みすぎた飲みすぎてるかもしれません、倒れてる人は。まあなんかこの場所自体が、ほらなんかバーみたいだもんね。なんかカウンターにこうやってるね、ねやつもいるし。ここ、お店これ患者たちが住んでる病院かな、なんだろうね。病院だとしたらお前これ倒れてるやつやべえだろ。助けてやれよ、誰か。まあ、あとはね、このコントローラー、なんかね、2倍になってますよね。で、このね、コントローラーが2個になってるのが、まあ、次ね、この後出てくるのにつながるのかもしれませんけども。はい、まあ、そして次がこちらの、Welcome to シリンジョンだよね、トップ。どういうことなの？何この光ってるチカチカしたパーティー会場みたいなのは。ちょっと意味がわからないですけど、何なんでしょうか。さあ、そしてね、この街並みですよね。降りていった場所はこんな感じで、なんかビルとか道路みたいな街並みがあるんでしょうかね。なんか街灯みたいのもありますけど。で、このね、患者の一人が壁に頭を打ちつけてると、悩みがあるんでしょうね、おそらく。なんでしょうかね、相当悩んでますけど。まあ、根掘り葉掘りって言葉、根を掘るっていうのはわかるけど、葉を掘るっていうのはどういうことだみたいな感じで頭を打ちつけてるのかもしれませんね。さあ、そして、あ、まだか。あ、で、ここですよね。これはもうだから完全にドローンに今度カメラがつくっていうことでしょうね。前はドローンにね、照明っていうか明かりが装備されましたけど、今回セブンではカメラがついて、そのドローンだけを活かせて何かこう、スイッチを押すみたいな。多分そういうモードにこう切り替えができるんでしょうね。これは面白いアイデアですよね。これによってまたこうゲーム性がね、こうかなり広がりそうです。これなんかボス戦とかでもなんか使いそうな感じしますよね。隠れながらドローンだけ動かしてなんかするみたいなね。これありそうですよね。面白いと思います。何を探すんだろうね。さあ、そしてね、ここですよ。はい。めっちゃ悲しそう。いかにも悲しいみたいな顔してますよね。一応このトードスターがね、喋ってるとこでのセリフは、誰も何も感じていないようだ、この場所では。まあ確かに宇宙人みたいなやつらね、こう、表情とかなかったですもんね。そして、パートナーに言っておこう。私もあまり幸福感は感じていない。っていうセリフを言ってるんですよ。何かあったんでしょうかね、やっぱトードスターに。考えられることとしては、トードスターってね、シックスの時に、バンバリーナが連れて行かれるのを一緒に追って行ってましたよね。つまり、バンバリーナの身に何かあったんじゃないですか。ちょっと助けられなかった。あるいは、ね、わかんないですけど。だって、バンバリーナのこと超好きだもんね、トードスター。恋してますから。で、なんか、助けられなくて、うーんってなったのかもしれません。よく見ると目がなんかちょっと充血してるの見えます。赤くなってますよね。なんか、トードスター自体も何かされたのかもしれません。片側の顔が隠れてるのにも、これなんか理由がありそうですよね。ブスってやられてんのか、それともジバニウムインファンツみたいな感じになっちゃってるのかもしれませんよね。なんかここ、隠れてるのもね。で、なんかゴミ捨て場みたいな場所にいない？トードスター。捨てられちゃったのかな？よくわからないけど。まあ、なぜか何かがあって、こういう悲しい幸福感を感じてないんだって言ってるのは確かですね、多分。で、一応ね、このトードスターが言うこのセリフなんですけども、 I'm feeling very euphoric either かな。制作者はユーフォリックブラザーズ、幸福感の兄弟みたいな
ね、名前でねチャンネルやってるんですけど、そのね幸福感っていうのがこのね東道スターのセリフの中にね出てる。何かこう面白さがありますよね若干ね、うん、さあそして最後は来ますよ、おいもう一回もう一回、はい、すごいうめき声と一緒にこう来ました驚かさないでよシリンジョンさん。一体どういうキャラクターなんでしょうかねシリンジョンさんっていうのは。バンバンは外科医を探せ、まあ、つまりシリンジョンを探せって言ってたと思うんですけど、ちょっとね攻撃的ですよね。なんかそれになんかねその重要なポイントとなるであろうこのね杖のセプターピース、杖のこのピースね、これをおそらくねシリンジョンが持ってると思うんですけど、なんでしょうかね、まあ、それを取られないためにこう攻撃的なのかもしれませんね。さあそして最後のポイントね、これまあ、いつも通りバンバンの文字が現れて、ただですねほらセブンの文字が現れると同時に色を失いますよね。そしてセブンの文字は紫色。この色合いっていうのは実はねその、6の最後ダダドゥ教の後ろに色のないねバンバンのキャラクターたちがこう現れてましたよね。これは完全にあの色合いなんですよ。そう謎はやはりあのねさあダダドゥ教の後ろに現れた色のないキャラクターたち、あれも結構謎なんですよね。ダダドゥ教とシリンジョンの関係性とかね、やっぱこうなんか別の勢力な感じはしますよね。バンバンはダダドゥ教と相対した時に外科医を探せって言ったんで、まあこのダダドゥ教との勢力に戦えるその勢力がこうシリンジョンたちなのかもしれません。主人公はそっちにまあ助けを求めに行くみたいな話なのかもしれませんね。ちょっとやっぱりねシリンジョン側も一筋縄じゃいかなそうですけどね。なんか不気味だし攻撃的だし、あいつやめてよって感じなんですけどさあということでね、そんな感じでした。でまあ最後ちょっと忘れてたんですけど、あのジバニウムインファンツいたじゃないですか前回ね、あの丸っこいやつら、あいつらってセリフの中でシリンジョンのことをお父さんって言ってたんですよ。シリンジョンって名前出てないんですけども、主人公を見てお父さんより腕が少ないねみたいな話をして、お父さんを探しに行ってくださいみたいなセリフを言ってたんですよねインファンツは。まあだからなんかそんなに危険な人物でもなさそうな気がしますけどね、なんとなく。わからないですからね、うんさあということで今回はねバンバンセブンのトレーラーについてちょっと解説をしてみました。皆さんはどう思いますでしょうか。私僕はこう思うぜコロンボさんって思った人はぜひどん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 コメント欄に、自分の考えを書いてみてください。コロンボさんも全部チェックしてます。はい、じゃあ面白かったなと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた会おう。ココロンボ、バイバイ。